分配係数、分配係数、分配係数、パテーションコイフジョントとは、化学物質の素水性や移行性を表す指標となる、無次元数である。対象とする物質が、ある二つの層の接した、形中で、平行状態にある場合を像として、各層の濃度比、または、その常用対数で示す。水と油のように混じり合わない二種類の液体を、同じ容器に入れ、 カフェインのようなどちらの液体にも溶ける、第三の物質を加えてよく振ると、両方の液体中のカフェイン濃度の比は、最初に加えた量関わらず一定となる。この時の濃度比を対象となる物質の分配係数という。実際には、水と油のような液体同士の場合以外に、固体と液体の場合でも、分配係数は求められる。用いる二生が、水と油の場合、 分配係数は対象物質の水への馴染みにくさ、素水性を示す数値となる。素水性は薬や毒などの化学物質が生物の体内や自然環境中でどのように働くかを考える気に重要な要素となる。ため、多くの物質について分配係数が調べられている。特に、口述するオクタノール、水分配係数ログ P は化学物質を規制する。 法律等でも参考とされる数値になっており、国際的な測定方法が定められている。現在では、計算機科学の発展により、実際に測定しなくてもコンピュータで計算して、分配係数が予測できるようになりつつある。カフェインの水中の化学ポテンシャルをミュートし、カフェインのモル分率を X とすると、知識が成り立つ。一方、カフェインのオクタノール中の化学ポテンシャルをミュートし、 カフェインのモル分率を X とすると、知識が成り立つ、蒸気を考えないことにし、両者は水油界面で平行状態に達しているとすると、これらの化学ポテンシャルは等しい、μ イコール μ。がって、以下が成り立つ。このため、分配係数ログ P は、以下になる。したがって、ログ P は、水槽、油晶での濃度に関係なく、一定になる。ちなみに、 ニューとニューは共にカフェイン100%の化学ポテンシャルを意味するため理想溶液であるならば同じ値となる。しかしながらそれぞれ水及びオクタノールの希薄溶液において変理の法則が成り立つ範囲の曲線を100%に保害して求まるものに相当する。いずれもカフェインとの相互作用のないラウールの法則に従う理想溶液にはならないだろうから両者は一致しないと思われ。 つまり、この理想溶液からのズレが様々な化合物の分配係数を決定づけているのである。分配係数は対象となる物質と分配先の二相の組成で決定される数値で温度に依存する。対象とする二相は三体のいずれの組み合わせの場合も取り扱われる。二相中の濃度比をそのまま表す場合は、一般的に記号 KD が用いられる。 KD は土壌中での放射性物質の移動、クロマトグラフィーでの固定上、移動召喚の分配など、片引く液系での場合に使用されることが多い。一方、生体内での物質挙動など、液、液系を対象とする場合は、KD の常用対数であるログ P やログ D で表す。どちらも分配係数と呼ばれるが、ログ P は対象物質の電流を無視した数値であり、 一方ログ D は電流を考慮してログ P に化回理定数などを加味した値であるた数値が異なる。最も広く使用されている分配係数は溶媒として N オクタノールと水を用いたオクタノール水分配係数であり特に強調したい場合はオクトノール、ウォーターを意味する添え字をつけログ P と表記される。ログ P は物質の浸水性。 素水性を判断する基礎的な数値として用いられ、医薬品の吸収率や生物学的利用の薬物需要体との素水的相互作用のモデル化、土壌や地下水中での移動予測などに利用されている。日本においては2003年に新規化学物質の試験項目として追加された。最も古典的で信頼できる分配係数の算出方法は、 対象物質と2種類の溶媒を実際にフラスコに入れよく振り混ぜる方法である。フラスコ浸透法によるオクタノール水分配係数の測定法は OECD テストガイドライン107や JISZ7260 から107によって標準的な方法が詳しく定められておりログ P が -2 から4場合によっては5までの資料に適用できる。大まかな手順としては よく生成した水とオクタノールを24時間以上混合してそれぞれ飽和させ十分に生成した測定対象物質とともにフラスコに取り温度を保ってよく浸透する遠心分離器にかけ完全に相分離させたらそれぞれの層に含まれる治料量を物質に適した機器分析によって定量する死外、貸し、近赤外分光法などの分光法 ガスクロマトグラフィーや高速液体クロマトグラフィー、特に金属元素を含む資料では放射性同位体を用いて線量測定するなどの方法が用いられる。オクタノール中の濃度 C と水中の濃度 C をそれぞれ求め、濃度比 P イコール C、C、またはその常用対数ログ P を分配係数とする。フラスコ浸透法は、 物質の化学構造が未知の場合でも使用できるため適用範囲が広い。反面、平行に達するまでに長い時間を要し、両方の溶媒に完全に溶解する物質にしか適用できないという欠がある。高速液体クロマトグラフィーを用いた分配係数の求め方は OECD テストガイドライン117に規定されており、ログ p が0から6までの資料に適用できる。 HPLC の固定症には、アズなどのアルキル元で就職した、シリカケル、逆証カラムを、移動症には水を使用する。資料は固定症アルキル元と移動症を水曜日間で分配しながら移動していくため、HPLC での保持時間とログ P の間には強い相関がある。したがって、分配係数が基地の物質で、あらかじめ保持時間とログ P の相関を調べておけば、 調べたい物質の保持時間を測定することでログ P を推測できる。HPLC 法では基地物質のデータさえ揃っていれば、フラスコ浸透法に比べはるかに迅速に分配係数を決定でき、不純物等の影響も少ない。一方、水への溶解度が低いものやガラム単体と反応するもの、作体など測定中に分解する可能性があるものには適用できないため、 あらかじめおよその化学構造や物性が分かっている、必要がある。また、分配係数は基地資料データからの回帰分析によって算出するため、分配係数が基地の複数の物質が必要なこと、構造が大きく異なる化合物では相関係数が異なるため、比較しにくいことなどが欠点である。分配係数は実際に測定しなくても、 定量的構造活性相関アルゴリズムを用いた計算によって求めることができる。ドラッグデザインとの関わりもあって、ケモインホマティクスにおける重要な研究域の一つとなっている。フラグメント法では、ある分子の分配係数を、その分子の部分構造ごとの分配係数の相和によって計算する。ベンゼンや暗測鉱算に時間期 R を導入した誘導体について、 水オクタノール分配係数ロー P を計測し、これを無知官体の分配係数ログ P と比較すると、ハメットの電子的性質の置換規定数シグマと同様に火星性が成立する。そこで、半種とレオの素水性置換規定数は、π イ,イコールログ P ログ P で定義される。例えば、メチル期0.50、エチル期1.02、プロピル期1.45。 イソプロピル基1.22などである。さらにこれらを比較すると、メチレン1個の素水性を算出することができる。このように、フラグメント法は、置換規定数法をさらに細かいフラグメントに分割す、試みである。フラグメントの連結によっては、構造の混み合いのため、単純な火星性が成立しないが、これは今日では、溶媒接触表面の違いを反映しているものと、推定できる。 構造の混み合いを補正する F 項、さらに間構造についての補正項などを用いて計算する体系が例をのフラグメント推算法である。つまり、手計算で以下のデータマイニング、すなわち非線形成をパターン認識で処理を分岐する手法をしていることに他ならない。データマイニング法ではサポートベクターマシン、ニューラルネットワーク、決定目などを用いて 化学構造が近く分配係数が基地の化合物で学習させることで目的化合物の分配係数を求める。概要で示したように分配係数の熱力学的根拠は分子と溶媒との相互作用の違いに起因する。そこでそれぞれの溶媒との相互作用に伴う化学ポテンシャルの差を求めることで理論的に分配係数をめることが期待される。まず、 半経験的分子軌道法計算プログラムモ o パックの1990年頃のバージョンにおいて、溶媒の連続体禁止により、有電率を与えることで、分子構造の立体エネルギーの計算か、化学ポテンシャルを算出。ここから、水の有電率で計算したものを引けば、デルタミューに相当する数値が得られるとされた、コスモ法禁止が良い成績を出した。理論的な水産手法に対しては、 この時期から現実的有用性が認知されるようになった。またその頃パソコンでもまともなパフォーマンスが得られるようになったため、非経験的分子動法計算や密度版、関数計算の利用が大幅に拡大したが、これに伴って精度の高い分配係数計算が可能となりつつある。詳細は、モーパック、ガウジアン、ゲイミスや市販のプログラムについて検討されたい。 フラグメント法やその他に提案されているデータマイニング手法との違いは理論計算では立体構造、コンフォーメーションの多様性について統計力学的に処理する必要性があることだろう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。